はい、皆さん、こんにちは。ね、この時期になると、なぜか僕は、冷やし肉おろしそばがめちゃくちゃ食べたくなる、公平です。というわけでですね、今回は、ね、本日、2月3日ということでですね、ね、本日は節分ですので、ちょっとね、こちら、セブンイレブンで買ってきましたけれども、7品目の、恵方巻き、とも、ありますけれども、こちらをね、食べたいなと思います。今年の恵方は、北北西でございます。はい。北北西がそもそもどっちなのかがわからない。多分、あれなんですよね。北寄りの西なんですよ。北北西っていうことは。北西が北と西の真ん中ですから、だ、その、北西と北の真ん中なんですよ。北北西って。なんでね、大体ね、330度ですね、角度で言うと。はい。なんで、ちょうど、こっちの方向です、北北西は。はい。なんでね、こっちの方向に向かって、食いたいなと思います。ちょっとね、真後ろになってしまうんですけども、ご了承ください。はい。でね、まあ、これをね、なるべく一瞬で食したいと思いますので。はい。それじゃあですね、こいつ、ね、食したいと思います。はい。ね、万が一ね、喉に詰まらせたりとか、まあ、ジジイババアじゃないんですけど、もしね、喉に詰まらせたらあれなので、一応ね、こちらも用意してあります。はい。じゃあ、こちら側ということで、食べたいと思います。おん。ということでね、食べ終わりました。まあ、それはいいんですけど、まあね、今回はね、何を祈ったかと、何をね、祈ったかと言いますと、なんで二度言ったんだろう。ですね、まあ、ちょっとね、最近、ゲーセン動画も含め、ね、ちょっと、いろいろとですね、金運が全然ないので、ちょっとね、金運がまた、またっていうかね、戻ってくることを、祈っています。はい。それプラスファーストライブの成功祈願ですね。それらを、ちょっとね、この恵方巻き食べながら、叶いますようにと思って食べましたということでね。いや、ちょっと本当に久しぶりにこの恵方巻きっていうのをこうちゃんとね食べてみたんだけど、結構疲れるね、やっぱり。うん、あれですね、そのね、まあ、僕的にはね、そのね、恵方、まああとね、節分といえばもう一つ、豆まきがありますけどね、豆まきに関しては僕はね、豆をね、こう直接投げるよりかは弾薬にね、豆を詰めて、ね、アサルトライフルで撃ちたい、そっち派ですので、ね、なんで、それ言ったかよくわかんないんだけど、アサルトライフルで今夜はね撃ちまくりたいと思いますので、この動画上げた後ね、もしかしたら生放送やるかもしれません。こうご期待ください。まあ、そしてね、この動画上げられてるのは節分の日2月3日ですけども、その次の日、明日はね、北海道にちょっと行きますので、まあ、何度も言いますが、ちょっと定期ラジオはお休みとさせていただきます。またね、北海道でも動画撮りたいなと思っております。というわけでですね、皆さんさよなら、バイバイ。水が出ちゃったよ。